さあ、やってまいりました。マリオパーティー10のお時間です。イェーイ、もう2桁やでな。うん、2桁。さあ、マリオパーティーをね、今からね、一人で遊んでいこうと思います。悲しいです。マリオパーティー。ね、今回はクッパパーティーではなくマリオパーティーをやってみようかなって思います。一人で遊ぶ。このさ、なんか、色分けされてんじゃん？グラデーションで。一人のグラデーション、一番寂しいんだけど。というわけで、キャラ決めました。達人が来てますけど。なんか見えるけど、右下に。達人がいるんだけど。達人、このゲームの先生来んのかな？絶対さ、ダイスとか操作すんでしょ、お前。イタストでもなんか強いコンピューほどダイス操作するからな。こいつなんでも、なんか、なんでもやりそうな顔してるもん、こいつの顔。さあ、ステージは一緒なんだね。てか、ワクワクパークとかあったけどさ、クッパのやつとあんまり変わんないな。ワクワクパーク遊んでもらいます。あれ？順番決め。あれ？これどういうルール？星を集めるんじゃないの？いつもの通り、スターを集めるんじゃないのか？あ、そうっぽいよね。なんか星の数書いてあるし。え？ 5。え、なんだ？何をするんだろう？マリオパーティー10。あれ？え、みんなで乗るの？待って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 。え、マリオパーティーなのにさ、スターが手に入れるんじゃないの？これって。何すんだ？え、何するんだろう。なんか、マリオパーティーっていうんだから星手に入れるもんだと思ってたんだけど、違うな。なんか。ちょっともうルール説明がわかんないけど、一回普通に、まあ、遊べばわかるよね。うん。俺の知ってるマリオパーティーなんかスターを集めてみたいな。1ですね。え、ゲームパッド見てください。あ、はい。サイコロで出した数、あ、クッパ、あのね、わかりづらいな。どうやってみんなに言おう。なんかクッパのね、が檻に閉じ込められてんだよね、なんか。で、これが全部、この檻を全部閉じ込めるのを、マジか、そういうのになるの？今回のマリオパーティー。え、なんか自分の知ってるマリオパーティーと違うんだね。スターを20コインで手に入れるとかじゃないんだ。ゲームパッドをクッパがね、なんかね、遊んでるわ。すげえクッパ遊んでるじゃん。星の数3、あ、単純にコイン数みたいな感じで争うのか、これ。単純にコイン数で争うのかな。ってことはミニゲームで手に入れていくみたいな感じか。順調にクッパの鍵がね、外れていくんですけど。ミニゲーム、あ、これで戦うのか。バーサス4、オッケー。よし。達人来んのかな、このゲーム。あ、いいね。みんなでミニゲーム。盛り上がれファイト盛り上がれ、いや盛り上がれファイトだ。盛り上がれファイトってなんだよ。名前がすごいな。横持ち。パンチ、キックで落として、オッケー、任せろ。21。パンチ、あ、ジャンプ、ジャンプがあんのかこれ。ジャンプあるっぽいな。キック、2でジャンプみたいな感じかな。オッケー。まあ、とりあえずやってみりゃわかる。よし、十字キーで移動だな。よし、盛り上がれファイトや。確かにちょっとサバイバル感すげえな。サバイバル感すげえな。お前落ちろや。あ、2がジャンプだね。お前落ちろ。ええ。お前落ちる、お前落ちる、あぶわー、な、まだだ、くそまだだー。順当に負けたわ。順当に負けてるわ。じゃあミニゲームとか行きつつ、マスにあるなんか星取りたいね。待って待って、クッパの鍵、あ、これあれだね。ミニゲームに止まらないとミニゲーム発生しないんだ。意外とサクサクいくんだね。なんかターン終了時になんかさ、やるんだと思ったけど、そういうわけじゃないんだ。2さえ取ればね、スターが取れますんでね。2以上欲しいっす。あ、いいね。でも、待って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 。右上見て。もうあと、読んでたらもうクッパ出てくるよ。やつ一つになりました。クッパがリトルスター。あ、これリトルスターって名前なんだ。鍵を開けるとリトルスターを奪いに来てしまうってことは、奪う人が、その人が奪われるのか？あれ何？なんかダークスターみたいなのあるけど、あっち行きたいな、ダークスター。みんなに取らせようぜ。ラッキー。あ、この中で一つ取れるってやつか。うい！いいねー。いい。4つ取れただけでも儲けもんよ。絶対あいつ取るじゃん。取って取って。4出たらやばいってことか。これどうなるんだろうね。あ、リトルスター、コインみたいな感じか、単純に。単純にコインみたいな感じなんだね。読んでた瞬間どうなるんだろう。ちょっと誰かコンピューやってほしいな。なんかさ、いちいちさ、ウィーパッドのクッパがうおーんうおーん言っとる。ボスバトルゲーム。なんだ？あ、あ、4人で行くんだ。その人だけとかじゃないんだ。何するんだろう。え？ 4人で協力なんだ、巨大メカクッパのターザンチェーンバトル。なんだ、知らないもん多いな。へえ、みんな個人なんか今、ファースト、順位はあったからな。あ、チェーンからジャンプで攻撃。ぶら下がって、横持ちでぶら下がって、2で攻撃する。やってみりゃわかるけど、どんなんだろう。ポイント制みたいな感じか。オッケーオッケー。やられることはなさそうだね、画面見る感じ。おー、なるほど。メカクッパ。メカクッパってそっちなんだ。俺の想像するメカクッパと違うな。マリオテニスの方思い浮かばんでたんだけど。どうやってやるんだ？でもまず左に行くっぽいよな。左に行って、2でジャンプ。あー、なるほど。よいしょ。で、あ、1ポイントしか手に入らないな、これ。ってことはロゼッタと、同じ動きをできてるね。で、2でジャンプ。あ、こういうことか。角度をつけないとちゃんと当たんないのか。で、ちゃんと選ぶとこも大事か。そうか、角度もちゃんと選ばないとダメなんだ。なかなか難しいな。え、なに、終わり？あ、怒っとる。怒り状態。1、まだ中間。うわ、火吐いてるぞ。近寄りづらくなってんのか。うわー、なるほどね。状況を見て行くと。上から行く。あ、でもなんか炎触れたら点数減りとかありそうだな。行っちゃった、やべえ。おお、あ、やっぱ炎触れたら点数減るんだ。いけいけない。ロゼッタと一騎打ち、点数的には。あ、え、ルイージファイナルアタック、危ねえ。そういうのがあんのか。まあでもロゼッタと自分同一だね。達人と同一かよ、俺。俺達人と同一だったのか。てかこれあんま差出ないよな。正直これってあんま差出なかった気がする。はい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 。ミスファイナルアタック。1位。あー、サイコロ上きます。絶対無理じゃん。サイコロ上よ、絶対負けなんで、お前先振れよ。3、勝ち！それはずるいよ。いやー、それはずるじゃん、ロゼッタ。ロゼッタ、お前絶対今操作しただろ。俺の出目を操作しただろ。単純にリトルスターの奪い合いか。なんか、もっとスターと交換するあの感じが良かったんだけど、天はそういう風に合わせたんだね。なるほど。1。これ4取った人どうなんの？てかさ、これさ、俺わかるんだけどさ、多分4トンの俺だよね。この頂きストリート的な考えで言うと、次の出目って大体決まってて、これ4なんですよ。おー、違った意外。おー、そういうことあるんだね。キノピオの家だ。あ、え、俺好きな選べる。あ、みんなでもらえるけど、止まった人は好きなもらえるのか。いいね。ありがとう、キノピオの家。マリオ3でお世話になったぜ。マイナスって書いてあるけど。アンラッキー。あー、食らった。俺だけかよ。くそ、マジか。誰か4引け。誰か4引け、おい。お前ら4引けよ。6。もうクッパが悔しがっとる、ゲームパッドで。ウォンウォンと。いやー。ミニゲーム、おー、クッパジュニアだわ。でもあいつクッパジュニア止まったわ。ビリニング。リトルスター10個でバトルミニゲーム。あー、みんな捕らえた。え、やばくね、これ逆転のチャンス ?40 個。何、隠さないで霧吹き。うわ、1位多い、1位多いって。26。やばいなー。ここで一気に決まる。ボタンを覚え、あー、覚える系か。覚えて、あ、落ちたら脱落だ。やばい、脱落タイプだ。脱落タイプか。7個あれば覚えろ。 2A 2 1 1A 1 2あ、やばいなー。A よし、取りました。A 1! おは 1! おは 1! おは3位。お前らまた上位かよ。これ同一1位多くねえか、おめえら。おー、ルイージが勝ってる。どうなんだこれ。4しかもらってね。ドンキーかわいそうなんだよな。あー、マジかよ。ルイージだけが被害被ってくれや。おい、俺も、意外と難しいな。6。そうか、4引きたくないな、意地でも。でも、リトルスター奪いに来るって言っても、そんなになんかさ、リトルスターが俺ないからな。引いてもいいのか、正直、今の状態なら。単純にリトルスターの数だから、スターみたいに保険がないのか。まあ、奪われる可能性あるけど。なんだ、ロゼッタゆっくりサイコロで相手やってる。あ、これあれだ。飛び乗ってスターもらえる。うわ、ロゼッタお前、絶対、達人、そういうとこで使ってくるからな、達人の実力って。横取りロゼッタもうええやろ、お前。絶対ルイージが取るやんか。絶対ルイージが取るやろ、お前。なんでだよなんでだよそんなにプレイヤーボコボコにしなくていいでしょ、ちょっと。いい、もういいって。いいじゃん。わざわざ3位から取んなや。2位から取れや。ほらー、もう自分ドビみたいになってもうてる。もう4出しても何でもええわ。てかこれは。この状態なら4出てもいいわ。1、5! 危ねえ。ラストスパート。でもこれビリだよ、2人とも。やめろやめろやめろ。見なくていい見なくていい。やめ。見なくていいんだって。なんかクッパめっちゃ暴れてんだけど、パッドの中の。B の人にはゆっくりサイコロ。うるせえよ。何がビリの人だ、この野郎。達人強いな。B の人がうるせえっつってんだろ。見てください。ゲームパッドのクッパが封印されます。4しか出てないけど。あはははは。畜生、こうなったら。クッパ何もできなかったけど。クッパ見たかったな。なんだ？クッパジュニアバスが増えるってことか。そうだね、クッパジュニアバスが増えたね。いやー、逆転のチャンス欲しいな。ちょっと今ドベだからね。ちょっとドベはちょっと。とりあえず、よし、ここでまず取れるやろ。で、次何？あーし！普通にプラスサイコロか。でも今んとこいいサイコロ持ってるから、いや、1、2、3どうなんだ。あ、でも正直、このゲームってあんま進む必要ないのか。じゃあ、4、5のサイコロ捨てるか。なんか、早く進んだ方がいいってわけじゃないんだね、このゲーム。あ、01サイコロ！あ、そのターンをパスできるってことが01サイコロなら。おー、なんか出てきたぞ。なんか出てきたぞ、おい。あー、ルイージ取られた。いや、2位にはなりたいって、達人に勝てないのはもうね、もう、至極当然だからさ。え、1？ あ、そうか、ドンキー勝つためにはそういうことするしかないってことか。相手1引いたぞ、あいつ。うわー、リトルスター10個でバトルミニゲーム。おい、ドンキー、お前いくつやねん。6。そうだよな、もう逆転のチャンスそれしかない。リトルスターが足りないぞ、情けないな、僕が出してやるから。ねえ、お前出すんかい。いや、ここ勝ちてー。何？森の大行進。これ数える系じゃないの？これ数える系じゃね？一番たくさんいたのは。あー、やっぱそういう系だ。これ、ぶっちゃけは達人とも同じ。いや、これ、天子か。一番たくさんね。え、たくさん？ OK。一番多いの。かき棒と栗棒わかるけど、あと一体なんだあれ。ラウンド1。あ、ラウンドがあんのか。いやー、結構くんな。みんなも当ててみて。かき棒。かき棒か栗棒だと思うんだよな、これ。これかき棒か栗棒だと思うよ、俺。はい！マジ？あ、これじゃん！これだよ、これ。あれ？俺違うもんいてる。これじゃない、こっち。俺もこっちだと思う。ああ！俺もこっちだと思う。遅えよ。これもう勝てないよ、俺多分。くそ、俺分かって、答え分かってたのに。クリボー。なんか飛んできた。クリボーが多い気がする。クリボーだと思うな。クリボー！おい、ロゼッタもそうだ。じゃあ答えこれだよ。でもロゼッタが、おい、ロゼッタ1位じゃんかよ。よし、5！ 2 位取ったね。2。いや、俺分かってたのにね。初めの1問さ、なんで俺全然違うとこ行ったんだろう。まあ、しゃあない。4、10。あー、10ってことは単純に返却されただけなのか。やばいな、ロゼッタ。やばい。ロゼッタがやばい。圧倒的だ。51は圧倒的すぎる。0。なるほどね。そこで足踏みすると、あ、マスは発動しねえんだ。ライバルに押し付けたい。だから、どうしようかな。押し付けたい感はある。123でも結局 66%。 123使うか。1か2でいいんで OKOK。 まあ仕方ない。次ルイージに落とす、押し付けよう。マイナス8。01サイコロか。なるほどね。ルイージにね、もう確定で引いてもらおうかな。引いたー。よし。何？ 6？ やばい、進むな。ロゼッタを勝たせようとしてないか、お前。お前らコンピューで共闘して、そう言って。あ、でも結局それ手に入んのかよ。うわ、うまっ。いいなー。もう本当にこれ終わっちゃうじゃん。もう終わっちゃうよ、このままじゃ。俺3位で終わんの？やばい、同期ちょっと、クッパジュニア止まってくれ。クッパジュニア。2、よし。で、ミニゲームこれ。ミニゲームで勝ちに行く。ミニゲームで勝とう。どう？なんでだよなんだ、リトルスターを1個持っていないのか。かわいそうだからこれをあげるぞ。リトルスター1個持ってね。何してんだ、おめえはよ。あ、終わっちゃうよ。終わっちゃった。いや、61って書いてあるんだけど。いや、61って書いてあるけど、ちょっと。もう、ちょっと待って。もう勝てないんじゃないのこれ。何？マジカルシューティングバトルだって。あ、シューティングゲーム得意。でもこれちょっと待って。星の活的にもう絶対勝てないんだけど、ロゼッタが圧倒的なんだけど。横持ち。ミサイルを取って2で発射。取ってからカメックに当てるのね。オッケー。大丈夫。シューティングはね、得意なんだけど、これ、味方の木に当てるとどうなるのかな。この他の人の、カメックに当てるとダメなんだよね。コンピュー邪魔しそうだな。シューティングはね、大好き中の大好きなんで。いきまーす。ミサイルをとりあえず取らないとね。あ、これ、他と当たっちゃう。あ、1個しか持てないんだ。あ、別に味方はすり抜けるんだね。お前らに取らせねえよ。痛えよ。この野郎邪魔だって、どきやがれ、ほら。どいてくれ、どきやがれ。あ、これ5になる弾があるね。5になる弾があんのか。いや、痛い、ちょっと、どいて。どいて、頼むって、どいてくれって。あー、もうロゼッタ邪魔、ちょっと。もう、人と結構取り合うね。33ってなんだよ、お前、ロゼッタ。ロゼッタ33ってどういうこと？どういうことなの ?33 って。ロゼッタ33はおかしくない？痛えなちょっと待てって。よいしょ。どいて。どいて、もうちょっと押すなってくる。どいて。ちょっと弾取らせよ、よし、いいぞ。勝てるかもしれんぞ。いいよ、勝てるかもしれんぞ。ちょ、ロゼッタどけって、ロゼッタそれ俺のやって、どけってお前、ロゼッタどけってお前。ほら、これ、よし、どうだ、どっちどっちどっち、え、ラストどっち、お、やった、勝った、ロゼッタに勝った、ロゼッタに勝った、あ、やった達人にロゼッタに勝った。これわりかし、ちょっと嬉しいな。ミス12、ロゼッタも結構ミスってたんだな。ちょっと待って待って待って、ゼロ2人いいんだけど、結構悲惨なんだけど。よっしゃ、1位いいんだよ、おめえらの順位なんて決めてないから、おめえらの順位なんてどうでもいいんだけど、こっち。ちょっと嬉しかった。表彰式、いい、もう、トップが見えてんだって、トップ分かってんだって、ボーナススターの発表ですって言われても。あ、結構あんな、ボーナススター。え、ボーナススターそんな多いの？バーサス。え、どっち、なんでだよ。俺頑張っただろ。俺頑張ったじゃん。落ちたのがいけなかったのかな。なにこれ。ランニングスター。あー、走った人か。え、それでは最終結果、え？いや、いや、ちょっと見えてる。結果が。結果見えてるんですけど。別に何も言わなくても結果見えてません。いや、結果見えてるんだけど、なんだこのクソムービーみたいなの。おい、なんだこのクソムービーは。おい。なんだ、俺は一体何を見せられてんだ、おい。スーパーマリオギャラクシーすんじゃねえよ、お前。なんだよ、このスーパーマリオギャラクシーみたいなのは。ほらー。俺3位じゃねえかよ。俺3位じゃねえかー。